今日も北陸新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。浅間619号長野行きです。担当乗務員は JR 東日本、運転士江川、車掌桜井が終点長野までご案内いたします。停車駅と到着時刻のご案内をいたします。次の大宮には16時16分、熊谷16時29分、本庄早稲田16時38分、高崎16時48分、安中春菜16時57分、軽井沢17時9分、佐久平17時18分、上田17時28分、終点長野には17時41分に到着いたします。車内のご案内をいたします。自由席は後ろ寄りの1号車から5号車です。お手洗いは客室出口上に案内表示のあるデッキにございます。車掌室は6号車です。不在の場合がございますのでご了承ください。お客様にお願いいたします。グリーン券、グランプラス券をお持ちでないお客様の11号車、12号車の車内通り抜け、またデッキのご利用はご遠慮ください。ご乗車ありがとうございます。次は大宮に停車いたします。JR 東日本からお願いです。お客様におかれましては、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、手洗いや咳エチケット、会話を控えめにしていただき、車内、駅構内ではマスクの着用をお願いいたします。また、会話をしながらの飲食や、向かい合わせでの座席の使用はおやめください。特に、飲酒時は声が大きくなりがちなため、会話をしながらの飲酒はおやめください。ご理解とご協力をお願いいたします。